ゆっくり霊夢です。今回も始まりました。大宮J2残留への道。今回は第32節栃木戦です。今日の試合はありったけの力で、大宮を栃木に見せてやった感じでした。前半4分にカウンターでディフェンダーの西村選手のゴール。後半すぐに菊池選手のゴール。1点栃木に取られるものの、後半38分にコーナーキックから河本選手が合わせてゴール。まさに旧来の盾で殴るスタイル復活。1対3で勝利したよ。次に順位を見ていくよ。今回の試合で降格対象のチームが増えたので、順位表の表記を変えました。愛媛は秋田相手に勝利。相模原は水戸と4対4の死闘の末引き分け。北九州は草津に逆転するも終了間際に追いつかれ引き分け。畑尾選手グッジョブです。松本は千葉に引き分け。スウェーデンは新潟に勝利。13試合ぶりの勝利。山口はベルディに逆転負け。栃木は大宮に負けて特質差がマイナス11となったよ。次に直近5試合の勝ち点での順位表だよ。文字カツカツすぎない？チームが増えたんだ、許してくれ。直近5試合では大宮が圧倒的だね。逆に山口、草津、栃木あたりは調子が落ちていて、松本の成績が安定してきているよ。では最後に残留カウントダウンだよ。残留カウントダウンとは、J2 残留に必要な勝ち点を46とした場合の、必要な成績を可視化したものだよ。今回の栃木戦でカウントは、次の相手は残留争いのライバル、スウェーデン。正直調子は悪く、島田選手も使えないという、大宮的にはかなり有利ではありますが、新潟相手に理想的な崩しで得点、キーパー後藤選手の PK 阻止と大宮戦をノリノリで戦える要素が満載であり、油断したらこの試合負けるどころか、最終的な結果でも負ける可能性があります。でも今日の試合のようにできればまず負けない相手だと思います。どうもこの動画のオープン主です。私からはスウェーデン側の立場で自説の解説をやっていきます。次の対戦相手は残留争いのライバル大宮。直近5試合の成績を見てもらえばわかりますが、調子が非常に良く、下手したら新潟クラスの相手になります。元山口の下田監督の超攻撃的サッカーが現れており、無策で突っ込めば確実に勝ち点を取られます。スウェーデンに求められることは、後手に回らないこと、少ないチャンスで確実に点を取ること、今までのような、1対1で戦わないことだと思います。あんまり言うと大宮サボに怒られるのでやめますが、裏天王山は勝ちたいという気持ちがあれば良い勝負には最低でもなるので、勝ちたいという気持ちを選手には見せてもらいたいですね。このチャンネルは大宮だけでなくスウェーデン金沢も応援しています。スウェーデンの動画もちょくちょく作ってますので、作ったら動画の再生と高評価お願いします。ちなみに近いうちにスウェーデン関係の作る予定です。結局チャンネルの宣伝かよ。スウェサポへの認知を上げたくて。このタイトルで金沢のサポはこの動画見ねえよ。ということでご視聴ありがとうございました。次の動画も見ていってね。